ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保です。今回もミスター M さんがですね、新型コロナウイルスにもう負けないぞ、免疫力を高めていくぞみたいなね、そんなトレーニング動画を作ってくださいました。ナロートレーニングというらしいですけども、足の筋肉を鍛えることによって全体の筋肉を鍛えていって、そして睡眠の質を高めていくっていうことなんですよね。まさにですね、マスクがあるないっていうのも大事なんですけども、自分の体、基礎的な自分のね、免疫力を高めているところにマスクがあったら最強じゃないですか。自分の体を鍛えてないのにマスクだけつけてもなかなか厳しいですよ。ですんで、基本的には私たちは自分の体を最高のマスク、防御する鎧と化すことだと思うんですよ。そうやって個人でできることをやっていくってことが非常に大事なんではないかなと思います。今回1分でできる体の鍛え方、しかも100キロの中年デブでもできるんで、そうでないスマートなあなたにはもっとできやすいと思うんですよ。ぜひね、このミスター M さんの動画を見ていただいて、1分で体を鍛えて毎日繰り返すことによって体の免疫力を高めていって、コロナウイルスを撲滅する、そんな体を作っていきましょう。それでは動画説明欄にミスター M さんのガチンコマッチョクラブがございますんで、そちらの方からどうぞ。それでは失礼します。で、こっからは動画の評価なんですけども、非常に分かりやすくって、テーマも今のトレンドにかかってますし、時間もね、5分ぐらいでまとめられてますので、非常に出来がいいんじゃないかなと思います。肝心なのはこの動画のリンクをですね、私に送ってくださったのもそうなんですけども、どういうふうに拡散する営業活動をしてるかってことなんですよ。で、肝心なのは作った YouTube っていうのはそれだけではアクセスが集まらないんですよ。それを別の媒体ですね、 Facebook に上げていくとか Twitter で拡散してもらうとか、こういったことをしていくことによって動画のアクセスが高まっていくってことなんですよね。多くの方は動画を作りさえすれば再生数は上がるだろうと思うんですけども、確かにそういうのもありますけども、もっともっとね、自分の動画を拡散しようと思ったら、自分で例えば友達にメールを送って、その中に俺動画作ったんだけど見てくれるみたいなのをやっていくとかね。で、どっかのコミュニティに入って、筋トレコミュニティとかに入って体を鍛えてる動画を作ったんですけども、もう僕100キロでデブなんですよと、でも筋トレやってるんですけども、これでいいのかどうか見てくれませんかという形で、筋トレで得意な人にね、評価をしてもらうという形でアクセスを取っていくみたいなこともありますんで、ぜひね、その営業活動もちょっとこれからやっていきましょうってことですよね。この他の、YouTuber の方もそうですよ。ああ、そういう風にして人に見てもらうんだっていう風に気づかなくてはならないですよね。その他にも自分の動画を見てもらう工夫っていうのは SEO とかタイトルとかサムネイルとかあるんですけども、基本的には自分が URL をこの人だと思う人に届けていくことを営業活動という風にね、位置づけるといいと思います。まあ、その突破口として、まずは私のところに届けてくだされば、私は必ず見ますし、私は必ず1000人の塾生さんにこう拡散しますんでね、いくばくか協力できるんではないかなと思います。そこにもね、引き続きご協力ください。ご期待ください。それでは失礼します。